本日は選手のロッククイズではなくて選手所属クラブクイズ。この移籍をしてる選手誰なのか予想してみてください。答えは動画の最後にあります。皆さんどうもこんにちは、イカクです。本日は2月15日からやってくる週刊 FP 予想をやっていきたいなと思います。もうすでにテンションが爆上がりなところでわかると思うんですけど、今週の週刊はかなり熱くなりそうですよ。今日もがっつりと予想持ってきましたので、ぜひ最後まで楽しんでいってください。そしてちょっとでもいいな、参考になったなって思ったら高評価チャンネル登録をお願いしたいのと、ぜひ皆さんたくさんコメントで盛り上げてください。皆さんの予想とかコメントも含めていい動画にしていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。では行きましょう、レッツゴー。でまずはですね、前回の予想の復習からやっていきたいなと思うんですけど、このコーナー今日から廃止でいいですか。なんと11名中クバラとユーリのみ2名正解となってしまいました。久々の爆死、なんでこうなった。2択を外し続けた結果、悲しい予想となってしまいました。ただ僕はここから立ち上がる。今週こそ2桁正解の世界見てみようぜ。さあそして今週からですね、日本人選手のコーナーがっつり戻ってまいりました。まずはセルティックの古橋選手と前田選手、カップ戦でそれぞれゴールを挙げて勝利に貢献いたしました。古橋選手の飛び出しからのダイレクトゴール、素晴らしかったですね。モナコの南野選手はニースとのコートダジュールダービーでアシストに退場誘発と大活躍。ザカリアへのクロス完璧すぎました。あとは6試合ぶりの出場となったラツィオの鎌田選手もドリブル突破から惜しいシーンありましたね。いやーあれ入って欲しかった。なんとか結果につながってほしいです。ブライトンの三笘選手もトッテナムとの一戦で先発出場、惜しくも負けてしまいましたが、チャンスメイクは連発してらし、ソン・フンミンとの日韓戦実現、激アツでしたね。試合前と試合後にがっつり2人も握手しておりました。まあ、他にもですね、リバプールの遠藤選手、ソシエダの久保選手一頭にたくさんの日本人選手がチームに戻って主力として活躍していて、もちろん嬉しさもあるんですけど、同時にアジアカップ終わっちゃったんだなっていう寂しさもなんかありましたね。この気持ち分かる人いますか。ちなみにアジアカップなんですけど、先日決勝が行われてカタールが優勝を飾りました。決勝で PK ハットトリック、そしてあの手品の披露、好きです。ということでここからはポジション別の予想見ていきましょう。まずはゴールキーパー。ゴールキーパーはですね、このリストアップした5名誰が来てもおかしくないんですけど、今週はブレントフォードのフレッケンピックアップさせていただきました。ウルブス相手に17本のシュートを浴びながら5セーブクリーンシートの活躍、ネトのヘディングえぐいセーブしてましたね。ブレントフォードは出場停止から復活してから好調を維持しているトニーの活躍もあり、勝ち点3を手に入れました。フレッケンは通常能力こんな感じ、身長はね195センチということなしなので、あとは強化度次第になりそうですね。いやー今週ねマジでゴールキーパー予想当てたいんですけど、全員マジで選出可能性同じぐらい予想が難しくなってますね。個人的には女のセーブとか印象に残ってるので来てほしい気持ちはありますね。さあそしてディフェンダーはですね、いつも以上にリストが多くなってるんですけど、悩みに悩んで3名ピックアップさせていただきました。まずはメインパートナーユナイテッドからダロト選手。ユナイテッドはビラパークでの激闘を1対2で勝利、5位6位の上位対決をしっかりと制しました。絶好調ホイロン、ビッグセーブ連発のオナナ、アシストを記録したマグワイア、劇的決勝弾のマクトミネーと候補がめちゃくちゃ多いんですけど、その中でもピンポイントクロスで決勝点をアシストしたダロと選ばせていただきました。まあ、ユナイテッドからさすがに1人は来ると思いますので、ユナサポの方は誰が来るのか楽しみに待っていただきたいのと、ぜひコメント欄で予想を書き込んでみてください。昨年10月はこんな能力で週刊登場してましたね。バランス型の攻撃的スタイルバックでしっかり優秀なタイプとなっております。そしてピックアップ2人目はセビージャからセルヒオ・ラモス。ゴールやアシストを記録してるわけではないんですけど、今節セビージャアトレティコに勝ってますので、そこも含めて今回強気のピックアップさせていただきました。ダロトと同じくラモスも昨年10月登場が最後。まあ、スピード瞬発がですね環境レベルではないですけど、ラモスに関しては選手として欲しい方も多いはずですね。そしてディフェンダー最後はメインパートナーインテルよりバストーニー。いやインテルもねローマとの一戦だったので、まあ1人は来ると思うんですけど、候補がマジで多いんですよね。それこそディフェンダーだけでもダルミアンとかチェルビとか他にも候補いるんですけど、まあインテルの場合はですね今週現役ビッグタイムガチャも来てますので、そこに来てる選手は選ばれにくいってことで、ダルミアンとバストーニー悩んだ結果バストーニーが濃厚かなって僕は思ってますね。ローマに一度は逆転されるも逆転し返して4対2で勝利、試合を決める4点目を決めたのがなぜそこにいるバストーニーでした。
いや、あの試合はね、北川さんの実況も熱かったのでぜひ見ていただきたいですね。で、バストーニアマー来るとしたらディフェンスかデュエルのブースターはついてくるんじゃないかな。そうすれば以前のバージョンとの差別化もできそうだし、間違いなく当たり枠に入ってくると思います。全然余談ですけど、このインテルの試合のパバールのウィンク、かっこよすぎましたね。そんな感じでですね、ディフェンダーはこちらの3名ピックアップしたんですけど、あとですね、期待枠で言うとアーセナルのサリバかな。後ほどアーセナルについては細かく語りますけど、アップデートでかなり強化も入ってくるし、もしサリバが選ばれたら過去の週間の中でもトップクラスの当たりになるんじゃないかなって思ってますね。密かに期待していきましょう。さあ、もうここまででだいぶ話しちゃってるんですけど、お次はミッドフィルダー、とんでもないメンツとなっております。これマジで選出次第ではとんでもない習慣になりますよ。今回多めですけど5名ピックアップさせていただきました。まずはアーセナルからデクラン・ライス選手。いや、もうね、アーセナルも誰が来るかわからない。ウエスターも相手に6対0で解消してるので絶対1人は来るんですけど、問題は誰が来るかなんですよ。評価点で見てもサリバ、ガブリエウ、トロサール、サカ、ライス、ウーデゴール、ここまではガチで横一線なので、まあ本当にですね、コナミさんのさじ加減次第なんですけど、やっぱ1人選ぶならライスになるのかな。ゴールのインパクトはもちろん、フルス相手に1ゴール2アシストというストーリーも含めて今回ピックアップさせていただきました。ウーデゴールも頭を抱えるスーパーゴラッソ、ぜひチェックしてみてください。で、もし来るとしたら、まあブースターつくと思いますね。ディフェンス系ってよりはシュートとかパスのブースターがつきそうかな。皆さん、アーセナルから誰が来るのか、ぜひ予想をコメント欄に書き込んでみてください。そしてそして、実はですね、先ほどピックアップ入れ替えたんですけど、まさに今朝行われた試合から緊急でギャラガー選手ピックアップさせていただきました。先週のフォーデンしかり、最近はですね、月曜の試合から入ってくることも多いので期待も込めて入れてみました。チェルシーはパレスに先制されるも、ギャラガーの2ゴールで逆転勝利、劇的な展開でしたね。で、ギャラガーはですね、週間って意味では2022年の10月にスーパーサブ持ちが来てから約1年半来てないので、これは久々の登場期待したいですね。今回2列目からの飛び出しにプレースタイルも変わってきそうです。さあ、そしてミッドフィルダー3人目のピックアップ、まあこの試合からも来るでしょう。ジローナ、レアルマドリードの一戦からベリンガム、まあ、純粋な活躍だけ見ればね、ビニシウスが筆頭候補なんですけど、最近かなり強いビニシウスが週刊ブースター持ちで登場したこともあるので、ベリンガムピックアップさせていただきました。いや、でもね、ビニシウスでエグかったんだよな。先制ゴールもすごかったし、いや、あのベリンガムのさ、1点目をアウトサイドでアシストしたのってビニシウスですよね。うますぎて唖然としましたね。首位天王山となったこの一戦はレアルマドリードが4対0の圧勝、直接対決を制したことで勝ち点差は5に広がりました。で、ベリンガムはね、来るとしたら、まあ、かなり登場回数多いので差別化目的で週刊ブースターついてくる可能性高いと思いますね。まあ、つくとしたらシュートもしくはストライカーセンスになるかな。通常も2列目になってるし、普通に週刊ベリンガムは期待しちゃいますね。で、そうだ、レアルマドリードで言うと、実はこの試合チュアメニとカルバハルがセンターバックで出場してるんですよね。ワンチャン登場回数的にベリンガムやビニシウスが外れた場合はですね、この2人がバグ強化で登場する可能性もありますので、ここも楽しみなところの一つですよね。いや、攻守えぐない。上振れすればとんでもない習慣になりそうですね。さあ、まだまだミッドフィルダー止まりません。モナコから2ゴールのザカリアもピックアップ。あのザカリアよ、これちょっと期待しちゃいますよね。南野選手のアシストからヘディングも良かったですけど、1点目がやばすぎたね。もうあんなんもできちゃうんだザカリアって驚いてしまいました。ちなみにザカリアは前回ですね、ボックス2ボックスにプレースタイル変わってたんですけど、今回どうなるかですね。まあ2ゴールって考えたらね、プレースタイル変わりそうな気もしますけど、個人的にはアンカーのまま来てほしい気持ちもありますね。そしてミッドフィルダーピックアップ、最後はトッテナムからブレナン・ジョンソン選手。いやー、あの試合はね、まあ生放送しながらリアタイしてましたけど、劇的でしたね。ブライトンとの一戦、1対1で迎えた後半ロスタイム、途中出場のソン・フンミンから途中出場のブレナン・ジョンソンが決めてゲームセット。しっかりホームで勝ち切るトッテナムの底力を感じましたね。まあおそらく来るならね、右ミッドフィルダーで来ると思ってて、スーパーサブは確定追加。通常もスピードとドリブル高いタイプだし、普通に習慣になったらちゃんと強そうですね。
はい、そんな感じですね、今回5名ピックアップしたんですけど、正直期待枠組も全然選ばれてもおかしくないですね。特にボローニャのオルソリーニ、ニューカッスルのギマランスあたりは横一線だと思ってて、さっきも言った通り、実はねギャラが選ぶまでは今朝までオルソリーニピックアップして画像も作ってたんですけど、急遽ギャラ側に変更いたしました。この2択が吉と出るか凶と出るか、今回こそ当たってくれ。そして最後フォワードはですね、ミッドフィルダーが多かった分2人ピックアップ。まあ目玉はハーランドになるでしょうね。エバートン戦で圧巻の2ゴール、2点目のですね走り出しからフィジカル、フィニッシュ、もう惚れ惚れしましたね。いやまああの活躍見るとブースター付きで来るでしょう。候補はストライカーセンスかフィジカルになるかな。いやまああのプレー見るとフィジカルが濃厚か、あとは1点目のゴールが右足のゴールだったので逆足強化も入りそうですね。うん、最高。プレミアリーグトップ4は全チーム勝利、シティは1試合少ない状態で勝ち点2差の2位なので、消化できてない試合に勝つことができれば首位に立つ形になりますね。さあそしてフォワードもう1人はセルタ相手に2ゴールを沈めたハイメ、またピックアップさせていただきました。一度は追いつかれるも試合終盤にヘディングで決勝点、劇的勝利を収めました。通常能力はこんな選手となっております。まあフォワードはですね少なめのピックアップにしたものの、ビニシウスがセンターフォワードで来ても最高だし、アーセナル、リバプール組も十分選ばれる可能性はあると思ってますね。まああとは引き分けでしたけど、バルセロナのヤマルも大活躍でしたね。いやあの2点目エグすぎたので、試合勝ってれば週間 FP 確定レベルだったんですけど、引き分けだったので今回期待枠ストップとさせていただきました。すいません、まだ話足りないんですけど、注目の試合で言うとブンデスリーガーでもバイエルンとレバークーゼンの首位攻防戦があり、レバークーゼンが3対0の完勝。バイエルンとしては痛すぎる敗戦となり、勝ち点差も5ポイントに広がってしまいました。いやイーフト、なぜレバークーゼンのライセンスがなくなった。いや去年まではレバークーゼンのライセンスあったんですけどね、このタイミングでなくなってしまうタイミングの悪さ、ピエンです。ということで今週はこの11名ピックアップさせていただきました。いやマジで期待できるんじゃないかな。だって泣く泣く外した選手も多いですからね。そのあたりのピースがうまく噛み合えば、マジで過去最強の習慣になる可能性も秘めてるんじゃないかなって思ってますね。あとやっぱ鍵を握るのはインテル対ローマ、アーセナル対ウェストハム、レアルマドリード対ジローナ、この3試合から誰が選ばれるかですね。ここがガチャの運命を変えると思いますので、楽しみにしながら目標を待っていきましょう。ということで本日の選手経歴クイズはこちら、ロメル・ルカク選手でした。当たった方高評価よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。